じゃあ東屋さん、うん、続いて最後の商品になります。こちらの一番応募が多かった商品、こちらです。おー来たー、天狗の播州丼さんで購入したパイロットの蒔絵万年筆になります。うわー、これはもうみんなも印象に残ってんじゃないかな。あの前編のやつね、はい、こちらの金額はサービスで1割引きしてもらって49,500円。うわーだけーぞー、いい万年筆だよ。でこちらやっぱり応募総数が一番多くて、うん、4,485通。おお、すげえ、すごい。これはどういう基準で選んだんですか？これはね、この人しかいないっていうやつを選んだ。じゃあ東田さん、こちらの万年筆、うん、当選発表をお願いします。じゃん、ミウー。ミウさんは神奈川県にお住まいの48歳の女性の方になります。女性ね、はい。メッセージ読ませていただきます、うん、児童養護施設のボランティア活動でメッセージカードを書くことが多いのでペンをよく消費します。うん、でも使い終わったものを捨てるたびにエコじゃないなぁと胸が痛んでいました。万年筆が欲しいな、でも高くて買えないというジレンマで悩んでいたところ、まさかのプレゼント企画でびっくりいたしました。うーん、もしこちらが当たったらエガちゃん、ブリーフ団、スタッフの皆様に感謝のお手紙を書きたいです。おお、やっぱり児童養護施設でボランティアとして働いてるっていう、まあそこがいいじゃん、まず、はい、そこでいろんなものを書いてるって、使い捨てだとエコじゃないって思ってた、はい、ちょうど欲しがってたところにドーンと来たわけ、はい、これはこいつしかいないでしょ。そしてブリーフ団、あとスタッフみんなに手紙を書いてくれるらしい。俺手紙好きなの。人に伝わるからね。でまた泣いちゃうんですか。これ実は紙足りてました。じゃあミュウ、これで子供たちにいっぱいメッセージ書いてくれよ。ヤシャさん、おう、商店街のプレゼントの方はこれで終わりなんですけど、うん、この間のアマゾンで、うん、新商品で検索して10個上から買うっていう企画のボードアンカー1000個、うん、これも当選発表ですね。これ欲しいやついるのかなと思ったらいたんだよ。結構いい。それでは、うん、当選者の発表お願いします。じゃん、チムチャンネル。ちょっとチムチャンネルさんからのメッセージ読ませていただきます。読んで。はい、はじめまして、39歳あたおかの一人です。うん、男同士時代からのファンです。古いね。自営で設備屋をしておりますので、アマゾン新商品の動画のボードアンカーがとても欲しいです。個人事業主としてはコロナ禍のこのご時世に出費が抑えられてとても助かります。めちゃイケやアメトーク全盛期にテレビでちょっとしか見られなかったエガちゃんが今は主役で見られるチャンネルがあり、日々楽しませていただいております。藤野さん、ブリーフ団、スタッフの皆さんもお体に気をつけて撮影や編集してくださいませ。長文失礼いたしました。おー、
チャンネルこれちゃんと使ってよすごいね、個人事業主だよ、はい、出費を抑えたいっていうんでこれが欲しいっていうからちょっとあいつにあげようと思ったんだよ。チブチャンネルこれ1000個使い切ってくれよ今回当たらなかったアタオカのみんなごめんな。でもまだプレゼント企画あるんだよ。この後7月にあるからその動画待っててねー。